今日もテクノロジーー関連のニュースをシェアしたいいと思います 5G スマホ世界出荷台数の 4G 超えは2023年にアナリストが予測数年間の構築の後次世代通信こと 5G がついに登場したもちろんその普及には時間がかかるまた通信事業者は年末までの数十年へのエリア展開を予定している。 ハードウェアに関してはキャリアに戻るが1から3台ほどのスマートフォンの選択肢がある 5G は世界的に次の重要なモバイルトレンドだとみなされているが一夜にして実現するわけではないキャナライスのレポートによれば2023年が重要な転換時期となり 5G スマートフォンの出荷台数が 4G スマートフォンのそれを超えるというこれは2019年の出荷台数を加えて5年分の計算になる もちろんこれは世界での出荷台数の話で地域によって状況は異なるはずだ予測によれば 5G スマートフォンの出荷台数は2023年に8億台に到達し世界の年間スマートフォン出荷台数の51.4%に相当するこれにより最初の 5G スマートフォンが今年発売されて以来合計出荷台数は19億台に到達するなおその割合は北米が 中国は2011年に米国を追い越して以来最大のスマートフォン市場へと成長した中国経済はハイエンドスマートフォン市場とともに減速しているが 5G レースにおいても重要な役割を果たすだろうキャナライスのモバイル部門で VP を務めるニコル・ペン氏は 5G スマートフォンは政府の技術的な後押しと 事業者の財政能力のおかげで中国において急速に普及するだろうと伝えている中国には 5G 機器のサプライヤーとスマートフォンベンダーも数多く存在し今後数年にわたって積極的なマーケティングの後押しを担当するはずだ中国は 5G の領域で結構進んでるみたいですから